ちょっとねドタバタしていてスマホから失礼しちゃいますが、コメントで一つ質問があったので軽くやってみました。何でしたっけ、コロンバスサークルさんの非純正ファミコンソフトアドファミで動くんでしょうかということでしたので、ちょっとねコロンバスサークルさんのファミコンソフト探したら1本だけあったので1本試してみたいんですが、全てが動くかどうかは分かりませんけども、とりあえずこのね平安京エイリアンというものを今セットしてみます。なんでしょう、ちょっとね怒涛すぎて声が枯れちゃってますが、とりあえずアドファミでやってみます。あ、映りました。音はやはりひどいんですができそうですね。ちゃんとこれアドファミなんですが、アドファミプラスアドバンス SP のコンビで、ちょっとねこうゲームプレイの方はやったことがないんでわかんないんですが、まあ普通にね操作可能でどんどんプレイできそうです。そろそろゲームプレイかな。なかなか始まらないね。あ、どうやらプレイ画面っぽいですが、自分はどこにいるんでしょうか。あ、動いたやつか。この白いやつが自分のようですが、ちゃんとねプレイできますね。ですのでご質問にあったコロンバスサークル行けます。すべてのコロンバスが行けるかはちょっと分かりません。実はねいろいろと収録はしていたんですが、数分ごとに自分の呼び出しがかかるためなかなかですね進行しないというわけで、週末久しぶりにハイパー怒涛といった感じでしょうか。ではまた。